ルネール&ユニクロのコラボ商品、9月18日に発売されます。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。今日はね、2020年秋冬ユニクロとクリストフ・ルメールのコラボ商品に関してお話ししたいと思います。発売がね、9月18日発売予定です。でね、いくつか私セレクトしたんですけれども、セレクトする前にクリストフ・ルメールについてちょっとお話ししたいなと思います。ご存知の方も多いと思いますけれども、彼のね、一番そのキャリアの中で輝かしいのがエルメスのアートディレクターとして、まあ、クリエイティブディレクターというのかな。もともとね、クリスチャン・ラクロワだったりとか、イヴ・サンローランだったりとか、あとは有名どころで言うと、エルメスが終わった後は自身のルメールという自分のブランドに専念されたんですけれども、そして2002年にラコステにもディレクターとして入っていたはずなんです。基本的にもともとね、かなりこだわりの強い方なんですね。もちろん美しさの中に実用性というものも兼ね備えたというところを重要視している珍しいタイプなんです。で、エルメスがね、その2011年から2015年ぐらいまでの間、本当にものすごくドシンプルになった瞬間が彼の担当だったっていう、もう最低限のものを削ぎ落としたのが、その当時のルメールが作ったエルメスの商品群だったんですよ。ちょっと一瞬私はその時はエルメスがっていう風に、あんまり興味が湧かなくなっちゃったなって正直思った次第だったんだけれど、でも彼がラコステだったり、それからこのユニクロとコラボしてからは、私は彼の良さが本当に出たんじゃないかなっていうふうに思います。彼の本当の良さっていうものを、よりこのユニクロさんで多くの方に浸透して分からせたっていうのが彼の凄さなのかなっていうふうに思います。はい、話はこれぐらいにしまして、いろいろと選びました。今回のね、コンセプト、クラシカルなベーシックスタイルというようなところをコンセプトにしているようです。私が今回選んだのがこれ、コートの中ではパデットコートと言います。パデットコート、パッドの入ったっていう意味なんですけれども、ネーミングで言うとね、ボンディングコートみたいな印象かな。ボンディングとパデットの違いっていうのが、きちんとそのものと作りを見てみないとわからないんですけれども、パッド、要は中に今綿が入ってる状態なんですけれども、俗語で言うとちょっと太ったみたいな印象ではあるので、あんまりねぽっちゃりさんにはおすすめしないけれども、今年流れとしては彼の作ったものだけじゃなく、他のブランドでもかなりパデットコートっていうのがトレンドになっているはずです。ついついやっぱり冬って暗い色が多くなる中、こういう綺麗な明るい色っていうのはアウターに持っておくとすごくいいと思います。ただね、ちょっと汚れるのでちゃんと防護スプレーをかけて使うのがおすすめ。パデットコートはね、12,900円でした。おすすめはこのナチュラルをおすすめしますけれども、黒とベージュもあるようです。それからデニムシャツコート4,990円、これは黒とデニムの色があるのと、それから重なるんだけどね、私このワンピース、デニムロングシャツワンピース4,990円、これはね、色はこのデニムのしかないんだけれど、この2つ私似て非なるものなのかなって、ルックブックではこれで重ね着をさせていたりしました。すごくね、背の高い方には特におすすめです。それからね、まあ、背の高くない方でもなかなかこのね、デニムのコートっていうのがないし、このデニムのワンピースをコートっぽく着るっていうのもおすすめだと思います。あとウールブレンドジャージージャケットセットアップ可能って書いてあります。12,900円。やっぱりね、どうしても前も言ったと思いますけれども、冬の白夏の黒ってすごくおしゃれだと思うので、白いジャケット、もし抵抗がないようだったらおすすめしたいと思います。それからこちらですね、ツイルワイドパンツ3,990円です。このね、綺麗なオレンジ、ナチュラルのカラー、ホワイト、オフホワイトもあるんだけれども、私はこのオレンジが綺麗だと思う。実際に物を見てね、18日になったらちょっと感想をお伝えしたいと思います。もしかしたらゲットしてるかもしれないけれど、派手すぎず、しかもいろんなシーンで着こなせるような気がします。それからこちらワンピースですね、クレープ防体ワンピース、袖はゴム丈です。4,990円。防体をね、やっぱり押してます。それから綺麗なベージュかなの綺麗な色もあるんですけれども、私ね、このウールブレンドジャージージャケットをもし白だったりとか、パネットコートをね、明るいこのナチュラルなんかをお選びになるようだったら、ぜひともね、このコンボ
も素敵なんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱりね、ボウタイのブラウスは散々おすすめしてたと思うんだけれど、ワンピースってなかなかないなと思って、うん、斬新いいかもっていうふうに思いました。そしてもう一つね、ビスコースのボウタイワンピース、これかなりね、ビスコースの中でも薄手なのかなっていうような印象があります。4,990円、これもねネイビーがあったと思うんですけれども、このブラウンもなかなか綺麗で、ただ結構顔写りを選ぶ人を選ぶワンピースの色かなと思うので、ネイビーなんかの方がもしかしたらおすすめかもしれません。多くの人にお似合いになるかもしれません。これはね、結構形はものすごく万人受けすると思います。女性っぽい雰囲気が出るのかなって思います。そしてオーバーサイズボウタイシャツですね。ボウタイばっかりちょっと出てきてますけれども、こういうシャツカラーのボウタイってなかなかないんじゃないかなと思って選びました。で、選んだのはライトブルーですね。グレーなんかのスーツの中に着たりとかするのもすごく素敵、ワントーンコーデになるのかなというふうに思います。そして今回のルックブックの中でロングヘアのモデルさんがね、タートルを上げた状態で着てましたけれども、すごい素敵だった。白オフホワイトも素敵だったんだけれども、このちょっと霜降りっぽい感じのベージュをおすすめしたいと思います。私はこの雰囲気がすごい好きだな、まあ、特にあのモデルさんがね着てて似合ってたので、実物18日に私もね体験してみたいと、ご報告したいと思います。そして最後、私ねめったに小物とかってそんなにユニクロさんで購入しないんですけれども、これはねなんかちょっと値段が2990円のパデットミニショルダーバッグ、ね、先ほどもパデットが結構トレンドですよって話をしました。外出の時に便利なのかなって、なかなかこういうベージュのナチュラルなカラーのバッグというのが試し側じゃない限りないかなと思ったので、これもね金額的にも可愛らしいのでおすすめかなと思います。私がこの中で一番ベストでおすすめしているのがパデットコート、そしてツイルワンワイドパンツのオレンジ、そしてデニムロングシャツワンピースでございます。シャツコートとどっちかな、見て実物を見てお伝えしたいと思います。というわけでいかがでしたでしょうか。クリストフ・ルメールは、ルメールさんはねジャンポール・ゴルティエにもいたと思います。実は私フランス・パリでジャンポール・ゴルティエとすれ違ったことがあり、握手を求めればよかったって、ね、パリに住んでる友人と一緒に、ああ追いかければよかったねなんて話をした覚えがありました。全然関係ない話でしたが、そんなわけでルメール&ユニクロのコラボ商品9月18日に発売されます。私も行ってきますのでぜひチェック。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。初めてチャンネルに遊びにいらした方、ぜひチャンネル登録&いいねボタンで高評価をいただけるとすごく嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。